どうもシルクロードです。今ちょっと夜だからあんまり大きい声出せないんで、ガムテープ折りたたむんだけど、ここをつけないようにね。こう貼り合わせるわけよね。こういう感じで、うん、こういう感じで、これを勢いよく剥がすと光るらしい。電気消します。行くぞ。3、2、1。あれ、取っ手が切れた。こっちのテープで行こう。3、2、1。え、あ、信じらんない。このヌンチャクって、ヌンチャクじゃねえや、日番さんが出してるガムテープ、俺日番さんの信頼度高いからね。あ、ミスした、うん、今のは日番さんが悪いじゃない、俺が悪い。貼り合わせたね、ガムテープで、ここね、ほら、ここはこういう感じで持ちやすくする。多分これならビーっていく気がする。いくぜ。あ、ちょっと薄く見えてんね。いくぜ。3、2、1。え、じゃあ OK、 いくぞ。2、1。ん、よし、めっちゃちゃんと貼り合わせたもんな。3、2、1。はあ、しっかり貼り合わせよう。輝け絹の道。これ学問的に言うとガムテープバリバリ発光っていう名前なんだ。おすすめ動画はこちら。スマホ、タブレットの方は下記の URL から。 Twitter、ブログも同じです。依頼リクエストお待ちしております。チャンネル登録、パソコンの方はこちらをクリック、スマホ、タブレットの方は下記よりお願いいたします。では、せーの、アデュー。ごめん、いやいやいや、これ採用。